まあ、ファン投票9位でドリームレースというところなので驚きもありました。この中には夢が詰まっているところですか。この中にはこれ分でこれ分が取りました。まあ、間違いなくではそのアフロ効果を後押ししているんでしょうけど、まあ、ただ走りぶりっていうんですか、やっぱりスケールが大きくてみんな見てるところあると思います。でも湿気が出てないんで、それで選ばれたんでちょっとありがたいですけど、しっかり走らないとか。1年経ってどうですか、その G1 を走りっていく中で、そのいわきからここまで。そうですね、やっぱり自分の甘さとかが出てきます。勝てないし、課題を感じるところ、はい、その成長できてる部分もありつつ。そうですね、はい、こういうところはいいのかなというのもあるんですけど、まだまだその何て言うんですかね、水準が低いというか、上で戦うにはっていうところなんで、いいところも悪いところもまだまだですね、改善していきたい。前回の立川はどうでした、まあ、長い距離しっかり踏んでて、まあ、別府からかな、とてもこう上向いてるのはあるかと思いますよ、ね、そうですね、上向いてるとは思います。もうちょっとなんで、走ってみたいかな、今日は。ちょっとそうですね、短期の選手4人かなという感じで、ワッキーと、スカイアラインという難しいかなという感じですけど、どういった走りを。そうですね、まあ、短期って、まあ、そこ枠なんで、どうですかね。まあ、しっかり仕掛けれるように、はい、何かしら見せられるように、はい、じゃあ夢を爆発させて、はい、まあ、本当にその夢のレースなんで、山崎健と全然の一着を買う人も多いでしょうから夢が詰まったんですね。夢詰まって届けられるように、はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。